皆さんこんばんは、中村雄一です。マフィア梶田です。この番組ではスターオーシャンシリーズの最新作、スターオーシャンアラムネスの最新情報を中村雄一とマフィア梶田がご紹介していきます。ということで、世間的にはお花見はもう終わってるのかな、散っちゃったのかね。収録の実感的にはさ、まあ今真っ盛りみたいな。この間、俺横須賀行った時はめちゃめちゃ咲いてましたね。そうだよね、あのぐらいの時期がまあ、ピークというかちょうどいい週末みたいな。ただね、ある時期は寒くてとてもできなかったみたいですよ。まあそうだよね、一度誘われて行ってたんですよ、前の週じゃない、その前の週行ってた前の週とか、うん、超寒かったらしくて、俺が合流する前にお花見解散になった。いやいや、あるある、俺もね、俺花粉症だから基本的に花見は行かないのよ。そうそう、行けないんだけど、あの新人の時って断れないから行ってたわけ。あ、ね、付き合いで、ね、そう付き合いで、もう死にかけてる。アレルギー反応がずっと出てるから、ね、一切楽しくないですね。そう、死にかけてんだけど、一応行ったんだけど、やっぱりね、寒い時あった。辛かったよ。ですよね、寒い、花粉きついだから。そう考えるとお花見って結構運ゲーの要素、運ゲーだよ。運ゲーに対して何日か前からビニールシート敷きに行くんだろ。いやー、ちょっと効率悪いわ、ね、うん、効率中の中さんからしたら許せないんじゃないですか。効率中の僕からしたら、そうですね、もうGoogle Earth でいいんじゃないかな。すげえ、 Google マップで多分それ最高効率。そうでしょ、筋肉御苑の横の道とかをこうスッスッってこう歩いてた方がいいよ。そこまでしか見たくねえよ。そうね、お前そんななんかって、うん、あ、じゃあメールいきましょうかね。